アリスロコトルパーティーにお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私はですね、普段は愛媛県で、夢を語ろうマイフレンドという番組でラジオパーソナリティなどをしております。17歳田中優香と申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なかなかですね、あの田中優香っていう名前覚えやすいと思うんですよまず田中って名字が覚えやすいと思うんですよ。なので皆さん、今日はですね、まあ、田中とあとメガネぐらいは覚えておいていただけたら嬉しいです。お願いいたします。さあ、今日はですね、広島県やってきたということなんですけど、ちなみに私のこと知ってるよって方何人ぐらいいます？あれ、なんか知ってる顔の人が知らんとか言ってた。指、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、昨年末12月26、7ぐらいにですね、あれはアイドル、違う、ビンゴアイドルフェスだったかな？ DIF の方に出演させていただいたんですけども、そちらの時に、お好み焼き食べてきますっていう話をしたんですよ。でも食べることができなかったんです、その日。で、実は先週の日曜日にもまたまた広島県にお邪魔する機会をいただきまして、今日出演されるキツネデコンコーさんと、共演したイベントに出演したんですけど、その時にですね、なんと、キツネデコンコーさんにおすすめのお好み焼き屋さんを聞きまして、長田屋さんって皆さんご存知ですか？長田屋さん、商店街のところにあったんですけど、普段はなんか行列ができてるぐらいすごい、人気のお店なんですけど、本当にね、閉店30分前ぐらいに行きまして、で、割と空いていたので無事に食べることができました。ありがとうございます。本当にもうね、昨年の秋頃に初めてこのビンゴアイドル、ビンゴロコドルパーティーに出演させていただいたんですけど、その時もお好み焼き食べますって言ってたんです。でも約半年を得てようやく食べることができました。今日はですね、まあ日帰りなので食べれるかは分かりませんが、食べて帰りたいなって本当にね、美味しいお好み焼き、私の所属してるリメリーの最年少メンバーのあやちゃんって子がいるんですけど、今日早速お昼ご飯にお好み焼きを食べていて、それいいのって今食べちゃうのって思ったんですけども、まあ今日こそはまたまた食べて帰りたいなと考えております。本当にですね、今日はまた広島県に来れることができて本当に嬉しいです。ということでね、続いての曲は、私のオリジナル曲を聴いていただくんですけど、一緒に歩いていこうというような、そういう歌詞になっておりますので、散歩をしている気分で聴いていただけたらと思います。こうね、しまなみ海道とか歩けるのかな、あそこよく分かってないんですけども、こう愛媛と広島をつなぐしまなみ海道とかをこう散歩してるような気分で、聞いていただけたらと思います。それでは聞いてください。歩いていこう。Yeah.
とうございます。さあね、最後は汗かいて終わろうと思って、グレンジャーを持ってまいりました。ですね、先ほど私の前に歌ってた岡林美桜ちゃんが、自分の生誕祭をリンゴコロコロパーティーにするよって言ってたと思うんですけど、私、誕生日が5月なんですよ。5月8日で、あと何ヶ月 ?2 ヶ月で18歳になっちゃうんですけど、もう大人ですよ、楽しみなんです。18歳になったらね、いろいろやれることが多くなるので、ショールームも10時以降確か出れるようになるので、すごく楽しみなんですけど、まあ、5月なので、私はいちごゴロゴロパーティーにしようかなって思ってます。ただただ、いちごがゴロゴロしてるんじゃなくて、いちご食べながらゴロゴロするパーティーです。私はね、もう休日とかそういった過ごし方なので。先日ですね、岡山県の吉井農園さんに行ってきまして、そこではいちご狩りができたんですけど、お土産でね、いちごをたくさんいただいたんですよ。で、もう岡山から帰ってベッドに寝転がって横に甘いいちごを置いて食べながらずっとゴロゴロしてたんですけど、めちゃくちゃいいですよ。皆さんぜひやってみてください。至福のひとときです。その吉井農園さんに行ってきた動画もですね、実は YouTube でアップしておりまして、ついこの間25日にですね、リメリーの YouTube チャンネルがありまして、そちらで、公開されておりますので、よかったらチェックしていただけたらと思います。それではですね、この後はですね、同じくリメリーのメンバーのあやちゃんがソロで綾乃として出演いたします。今日は何やらですね、可愛らしい新衣装を持ってきたそうなので、全力で迎えてあげていただけたらと思います。それでは以上で田中優香のライブを終わります。皆さん今日は本当にありがとうございます。